こんにちは、土の子です。さあ、マグナゲートの方続きやっていきましょう。今度は大氷河に挑んでいきますよ。さあ、前回ですね、少しだけ仲間モードやってみました。ポカの子たちもレベルが上がるし、アイテムも増えるということで、お使いみたいなことやりました。何回も便利なセットをなんか引き出すといいみたいだね。初めてセットとかボスやっつけセットとかで、ボスがいるかどうかはちょっとよく分かってないんだけど、これで挑戦してみましょう。残っちはやっぱり連れて行きたいんだけどね。さあ、勝負ですよ。あ、こう、ほら、上がりました。2レベルぐらい上がったのかな。動くだけでレベル上がるんだね。残っちも上がるでしょ。残っちのイナバウアー。どれどれ。原子の力か。原子の力ね。どうしようかな。怒り、どうしよう。怒り忘れるか。よし。オッケー。待てよ。よし。AB 押しで地団打踏めるっていうのが分かった。教えてもらった。いいね、のこち頑張るね。おお、強い強い。やる。どんどん下がっていこう。なんだ、 HP が自然回復しない。あ、やばい。これは早めに降りたいところだね。待って、のこち、あ、のこち倒れちゃった。また勝手にやってたの。のこちまた速攻いなくなっちゃったよ。せっかく原子の力で強かったのにね。いや、ちょっと待て。スターはやられたら終わっちゃうから。何きっかけで分かれちゃってんだろう。よし。いや、早めに階段に入りたい。これちょっと使っちゃおうかな。2個いたんで。オッケー。とっておきにした方が良かったかね。よし、降りちゃおう。あられきつい、相当。クマシュンはこれ電光石火で OK。 あれ、あ、これがあれか。緑の扉がないとダメ。緑の鍵か。わお、きついね。一応電光石火もダメージ与えるからいいよね。あー、よし。ちょっと一旦全開してから。あ、なんか出た。縛り玉、いいね。さあ、11回。まだ微妙にね。
そこでやられるようなポケモンが出てこないので助かってるけど。レベル21。あ、転がる覚えるよ。スモークより転がるの方がいいんじゃないか。うん、下がっちゃおう。 HP 回復したし。14回。まだ続く。続くね。お、みんな回避玉いいね。15回だよ。お、終わる。やりました、突破しました。やったぜ。だいぶ奥まで来たけど、あ、ポカノコ、あそこ出口かな。あそこから抜けられるんじゃない。行ってみよう。わあ、綺麗。あ、氷山が。氷山があんな近くに。綺麗だな。表面の氷が透き通っていて、なんか不思議な感じで映り込んでいるね。とうとうここまで来たんだな。あと少しだ。でも、この先進むのは難しそうよ。え？ほんとだ。こんなところに大きなクレバスが。どこまでも続いてる。これじゃ回り道するのも難しそうね。ああ、もうせっかくここまで来たのに。ジャンプしてクレバスの向こう岸まで渡るのも無理そうだしね。どうしたらいいんだろう。あ？あれ？あれは？何これ？なんか、うっすらと丸いくぼみがついている。ここにはまったらいいのかな。氷がえぐれたりしたのかな。ん？待てよ。これって、形といい大きさといい、どこかで見たような、なんだろう。でも、どこで？ビクティニ？そうだ、もしかしたら。エイフィ、そっちはどうだ？大丈夫。準備 OK よ。みんな、ちょっと離れてくれ。あれ、その時にやったやつにそっくりだっけ？うん、覚えてるよ。あの時、マグナゲートを呼び出した後に、地表から伸びてきた光の渦。この後は、あの時の渦の形に似ている。もしかするとこれは。あれ、ポカノコ？どうしたの？実はこの後なんだけど、え？エンターカードで呼び出した光の渦と似たような形の跡があるって。そうなんだ。これ本当だ。確かにこれはマグナゲートを呼び込んだ跡だ。くぼみが薄い。氷の削られ方からしてかなり前に呼び込んだみたいね。よく見つけたわね、これを。エイフィ、このくぼみ調べてみて思い当たらないか。ええ、使われたエンターカードはスタンダードなもの。地脈の呼び込み方もそんなに複雑じゃないけど、でもその目的がもし私の推測通りだとすれば、ほんと大したものね。試してみるか。ここに合うエンターカードはわかるよな。ええ、うまくいくことを祈りましょう。みんな少し離れていて。ちょっとかわいいね。口でやってるのかな。口でやってると思ったらちょっとかわいい。2、1。なんかグーパンチの絵だったね、最後。出た？すごい。また召喚するの？おお、光が氷山に向かってる。間違いない。これはマグナゲートの跡。しかもここから氷山へ抜けるためのものだったんだ。ということは、誰かがここでマグナゲートを呼び込み、そして氷山に向かったってことになるわね。じゃあ私たちより前に誰かがここに来ていたってこと？そこは何とも言えないな。この辺りに住んでいるポケモンがエンターカードと似た仕組みを使って向こうに渡る橋として利用してたのかもしれないし。わからないけど、そういった謎もとにかくあそこへ。氷山へ行ってみればわかるんじゃないかしら。ケルディオに会いたいんだね、ビリジオンも。
この光って時間が経つと消えちゃうんじゃなかったっけ？そうね、急ぎましょう。行こう、みんなで。この奥に。エモンガだけ置いて。エモンガ誰もエモンガのことを、言わないんだね、もう。もういないものとしてるみたいなもんじゃん、もう。よかった。みんな無事に入れたみたいね。ここから先に行けば氷山へと繋がっているはずだ。みんな注意していこう。ポカノコ、また出撃メンバーの編成よろしくな。ああ。よし、交流マント。渡した瞬間にノコッチのレベルが上がるっていうね。よし、行くぞ。強い。転がる強いっしょ。お、なんだ？突進。あー、自分ダメージ受ける系ちょっと怖いよね。イリュージョンが解けた。あ、イリュージョンだったの？強い。転がるがめちゃ強い。嘘泣き。おー、ちょっと強いね。おー、強い。ゾロは攻撃力強いな。悪臭出た。よし、じゃあ4回。うん、よし、ゾロが強いな、マジで。いなくなったらすぐ戻ってくるのいいね。悪くないよ。うん、ここか。いや、それはひどくね。なんなんだ今のは。乱れひっかきとかマジビビった。何それ。それはひどいわ。今癒しの種使いましたけど、復活の種か。ちょっときついね。復活の種すげえ重要だな。なんかわかった。ほら、めちゃ強い乱れ引っ掛けが。ちょ、やめよ。マジかよ。ひどい。ちょっとゾロアの乱れ引っかきはマジ強えな。あ、やべ。乱れ引っかきひどすぎ。ちょ、待って。強くね。ちょっと乱れ引っかきの恐ろしさを知りましたね。なるほど。ちょっと復活の種を仲間モードで、復活の種増やさなきゃダメだな、これ。お金で買ったりしたらいいのかな、木の実。なんか木の実買えるとこを建てたはずなんだけど。あー、800、たっけえ、やっぱ。ですよね。なんとか復活の種とかを、まあ、回収しつつ、基地を広げていくっていうのもやりましょうね。木の実種のグレードアップを、古代の土、ずっしり木材。で、グレードアップできるんだ。ここら辺グレードアップしたいよね。古代の土とずっしり木材があるやつをどんどんやっていくって感じにしようか。ないやないか。ないやないか。なかったら、じゃあ難しい短いやついこう。お、ホイーガに進化する。できるの？じゃあしようか。おお、ホイガニ本当に進化した。守るやめて鉄壁にしようじゃ。
エモンがめっちゃ強いんだけど。エモンが強くね。周囲攻撃もできるし、電光石火で、2マス先にも攻撃できるし、めちゃ強いんだが、残っちがちょっときついな。よーし、あった。有名ないし。お金稼ぎとか、こういうのでやった方がいいんだよね、きっとね。そういえば普通の建設で、復活の種増やせるとこないのかな？ちょっともう一回見てみよう。こっち開拓したんでね。目薬、復活の畑、復活の、ないか。多分、後々出てくるのかな？なんとなくだけど。炎道場とか作っとく？いや、電気道場とか建てとくか、エモンガの。エモンガの電気道場と、炎道場。あと、残っちのノーマル道場。ツターが草だからな。ビリジオンもしかしていなくなるのかな？みんなビリジオンに頼んない方がいいよって言ってたけど。ビリジオンの電光石火しか、ちょっと強くないからな。ノーマル道場もあるね。ここに残っち頑張って、やるっていうのもありだよな。硬石のかけら、建設費。残っちは当然ね、最後まで頑張ってもらわないと困るから。僕的には。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、今収録が1時間近くなってきたので、今回ここら辺で終わりますけど、ちょっとまたオフでね、道場建てたり、お願い、こっちの地味なお願いのやつはオフでやって、ストーリーを進めていきたいんだけど、もう一回の方のね、ゾロアの乱れ引っかきが相当強いということがわかりました。あれ、まともに食らったら一発でやられるね、ポカブが。ツターもやられるから、どっち食らっても一撃死。やばい。このやばさどう防いだらいいでしょうかね。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録またの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。